スタンスの皆さん、直ちに近くの拘束所に出頭するであります。物騒なことはしないであります。約束で。レジスタンスの皆さん、強制的思想改善のため近くの拘束所に出頭するであります。とても楽しいであります。スーツの具合は良さそうだね。溶け込んでるよ。皇帝の側近だ。それにインフォボットもいるよ。さすがだね。ほら、そいつを解読してきな。インフォボットはどこ？デザインだからサイズは。ありがとう。たちのためのパレードなんて変だよ。だってヒーロー活動なんてもうずっとやってないし、役立たずとか言われたり。ヒーローって何やんの？幸いヒーローとしての任務はないっす。笑って手を振るくらいっすかね。だよね。そんじゃ、いよいよ今日のパレードの主役の登場だよ。ラチェット&クランク。司会はもちろんこの僕、トレックワー。すげえ。そして俺、スキッドビッグマックス。ラスティエンディングだよ。久しぶりだ。ヒーローコンビだ。ああ、結構人集まってんじゃん。何年も経つのにすごいっす。大拍手だ。みんな、今日は素晴らしいイベントを用意してるからね。目玉は僕ちゃん。それ、銀河中に行っちゃうすか。え、プレゼント？何の？内緒っす。パレードの先頭まで行けばわかるっすよ。オッケー、なら先に進もうか。すべての始まりは惑星ベルリン。やるつもりならずにこれは冒険に出て。宇宙船が今から撃ってきた。ラケットは結果的にロボットを救出。そして二人は今に敵が立ってしまう。
バリケードをバーンと突破しちゃって。本気で攻撃されてるっすね。
ここでヒーローの物語は現在に至る。ラチェットは最後に残ったロンバックス、彼のファミリーは別の次元に消え去ったのだ。彼のためにクランクが用意したプレゼントとは。スピーチ用意したっすけど、パレードが襲撃を受けてるんで手短にするっす。ラチェット、あなたなしではやってこられなかったっす。私の親友でありチームメイトであり、私のために何度もイベントメーターを修理したっす。これで次元を試してラチェットの家族を探せるっす。そっか、クランク、オイラ、ドクター・ネファリウス、ラチェット、クランク、ここで会うとは奇遇じゃな。予定ではゴロツキどもに8分前始末されとるはずだったんだが、まさかピンピンしとるとは。ネファリウス、何が目的なんすか。これじゃ。操作マニュアルくらい用意せんか。もっと警戒するべきだったっす。しょうがないよ、こんなんいつものことさ。ほら、ネファリウスは駅の方に向かったっぽいぜ。あ、ミセスズーコンで武器を買ってこう。武器のことならミセスズーコンにお任せざます。あなた、お目が高いざます。またゴロツキどもかよ。
メンジョネーター返せ。お断り。今日はお前たちが負け犬になる番じゃ。実に惨めなもんじゃよ。こいつに座標ポチッとな。さらばじゃよ。何しやるんだ。何が起きたの。これはまずい状況っすね。橋が壊れちゃ向こうへ渡れないよ。うん、あの裂け目がフェーズ構図に反応してるっす。裂け目を狙ってみるっす。これめちゃめちゃ使えそうじゃね。ここは通さねえぞ。ゴロツキどもはネファリウスが雇ったんかな。間違いないっす。頑張ればきっと叶うっす。ああ、そこまで考えてたんだ。なら、ネファリウスからあれ取り戻さないと。ああ
名はミセス・ズーコンに何なりとざます。またのお越しをお待ちしてるざます。の番だ。わしが諦めると思うか。そりゃ思うよ。やめなさい。ならばわしが絶対に勝つ次元に行こうぞ。そこでコテンパンにやり返すんじゃ。次元ならどんどん歪んでるっす。
くないとは許すっすだよね。ここはどこっすか。ああ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 あ俺の船から離れろ怪物め。全員やったか。ここがちょっと暗いの。どこだろうが、お前を倒す。ラテット、地面じゃねえかや。ここは？あら？あれは？わしじゃ！やったぜ！ついにわしの勝ちじゃ！皇帝陛下、もう遠征から戻られたんですね。皇帝陛下じゃ。誰かに聞いてみようかな。